おや、この技はもしや、治ってるやん。さあ、アンダーソン、フェイススキャンができるんだ、すげえ。まずこいつ、はい、もう見つけちゃった。ここはアンドロイドお断りじゃなかった。ここに行くと見せかけて、うるせえ、出てけとか言うな。まあいい、アンダーソン、お前に話があるんだ。アンダーソンよ、何飲んだくれてんだ。アンダーソン警部補、私はコナー、サイバーライフから派遣されました。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずだと言われたので5軒ほど探し回りました。何の用だ。あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。プラスチック野郎の助けなんてもってのほかだ。分かったらおとなしくお家に帰るんだな。説得する。アンドロイドの存在が気に入らない人がいるのは十分承知しています。ですが、これっぽっちも気になんかしてないね。分かったらその足踏み潰されちまう前にうせな。警部、お酒はそのくらいにして一緒に来てください。その方がお互いのためです。うん、お気を悪くされたなら申し訳ありません。外で待っとくわ。外で待っています。ごゆっくりどうぞ。殺人って言ったか。めちゃくちゃ飲酒じゃねえか。めちゃくちゃに飲酒だ。これハンドル持ったらシュッとするタイプのやつか。交渉する。私は現場に同行するよう指示されています、警部。いいか、お前に出された指示なんて知ったこっちゃないね。俺が待ってろと言ったらお前は黙って待ってりゃいいんだよ。なんだそれ、つまんねえよそれ。ついていきますよ。速攻、速攻降りちゃうもんね。チャンネル16のジョス・ダグラスです。殺人事件だそうですね。悪いがノーコメントだよ。どうなってるんだ。デトロイト死刑は何も教えてくれないんだから。アンドロイドは立ち入り禁止です。俺の連れだ。お、待ってろって言葉が理解できないのか。任務に相反するご命令だったためです。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。はい。よう、ハンク、来ないんじゃないかと思ってたとこだ。こいつに捕まらなきゃ来なかったろうな。へえ、まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから何があったか教えてくれ。家主から8時に通報があった。数ヶ月家賃を滞納してたから家の様子を見に来てみたところ、死体を発見ってやつさ。たく、ひどい匂いだよ。窓開けてマシにはなったけど、外車の名前はカルロス・オーティス。調べたところ窃盗と加重暴行の犯罪歴ありだ。近隣の住人とも付き合いはなし。
一日中引きこもってたって話だよ。だがこれなら真夜中にわざわざ呼び出さなくても朝まで待てただろう。死んだのは3週間以上前だろうな。検視が来ればわかるはずだ。死体の近くにキッチンナイフがあった。多分凶器だろう。侵入の形跡は？いや、正面玄関は中から鍵がかかってて窓も全部閉まってた。裏口から逃げたんだろう。こいつのアンドロイドの情報は？今はない。所有はしてたって話だが見当たらなかったよ。 I am alive。 俺は外に出てるぞ。あとはご自由に。何かあったら呼んでくれ。さあ、状況報告は終わり。活字みたいな文字だ。人間の手じゃこうは書けないだろう。出た、レッドアイス。まあ、やっぱドラッグなんだこれ。クリス、この文字は会社の地下？多分そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。分析。均一な文字、フォントまでわかる。おいおい、お前何やってんだ？血を分析するんです。その場で分析できるんですよ。すみません、言っておくべきでした。そうかい。ま、とにかくこれ以上証拠を口に入れるなよ。いいな。はい。たく君が悪いぜ。カルロス・オーティス。レッドアイス会社。さあ、何？レッドアイスがついてる。カルロス・オーティス。あとはこれ何？28箇所のナイフによる。28箇所ナイフ。エッグ。手になんか持ってる。指紋だ。窃盗と加重暴行の犯罪経歴。さあ、再現ができるぞ。これはかなりの証拠になるんじゃないのかと。あれなんだ、瓶。被害者はここで倒れた。おうおう、被害者ナイフで刺された。こいつは一体キッチンから来た。はいはいはい、キッチンからこう来てナイフで刺されて。うわ、めっちゃイカれてる。うわ、かわいそう。パーティー好きなのかな。キッチンだ。28回も刺されているようです。ああ、犯人は相当恨んでたみたいだな。さあ、キッチンにあるぞ。やっぱこの警察のやつが面白いな。クリス、ドラッグを分析に回しておけ。分析していく。指紋がついてんじゃないのか。指紋なしだとやっぱアンドロイドなのか、犯人は。了解です。アンドロイドが28回も刺すかなと思うんだが。おい、マイク、サンプル取り終わったか？ああ、終わったよ。血がついてる。おお、めっちゃ血ついてんな。いろいろあるぞ。まだだ、外はまだ早い。指紋、まあカルロスの指紋だよね。揉み合った形跡。ごめんよ、写真撮ってるところ。バットもあんの。へこみ、何かを殴ってる。指紋、カルロスか。何かを殴ったな、これ。
何かいる。はいはい、変異体はナイフを手に取った。もう変異体ってことはあれなんだな、アンドロイドなんだな。精神的ショックを受けた、襲われて2回3回と殴ってナイフで切って、そういうことか。これはなんだ、これはなんだ、何を見てる。他にはこれも外が見れると、なんかあるぞ。あー、また本か、本多いな。アンドロイドとやる方がマシ、プラスチックに勝てるわけないね。 68% の男性がリアルな女性よりアンドロイドとセックスしたい。すげえな、そんな状態か。未来怖え。アンドロイドが監視、個人情報を入手してる。めちゃくちゃだ。だって外に行けると、なんか外にもありそうだな。こいつは指紋ねえから普通に触ってもいいのか。なんかあるじゃん。分析する、足跡だ。デトロイト死刑、正面は鍵がかかってた。ここから逃げたんだろうな。足跡はコリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間もたちゃ足跡だって消える。いえ、この種類の土ならば残るはずです。しばらくここには誰も来ていない。なんだと。証拠、この辺の証拠を調べていく。また本か、これは好きだなこの本。これあれか、アンドロイドの女を襲ったっていう感じか。ちょっと CSI の人ごめんね、写真写っちゃうけど。ここは1個足りねえんだよな。いや待て、まだなんかあるはずだ。まだこの他に証拠が。なんだろうな、マジ俺こいつの、こいつの話が一番好きだわ。こういう検証していくの楽しいな。上とか下とか、なんだ何がある。こっちか、こっちをまだあるじゃないか部屋が。絶対ここに何かあるだろう。疲れてる、何度も書かれた文字。なんじゃこれ、気持ち悪い。捧げ物、宗教、宗教なの。よしいいだろう、報告しよう。もう何もないだろここは。よし、ごめんね、ちょっと避けてね。警部、大体わかりましたぜ。警部、何があったかわかりました。そうか、
じゃ、聞いてやるよ。事件の始まりはキッチン、キッチンです。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ、何があったかってことだ。被害者がアンドロイドを襲ったんです。バットで。バットで。それなら証拠と一致するな。続けろ。アンドロイドが被害者を刺した。そしてアンドロイドは被害者を刺した、はい、そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。その後何があった。被害者は逃げたんです。リビングに。リビング、アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者をナイフで殺した。なるほど、お前の推理もあながちふざけじゃないな。だがアンドロイドはどこに行ったんだ。バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって。シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。ああ、数時間で蒸発するので裸眼では見えなくなるんですよ。ああ、でもお前の目には見えるってことか。その通り。へえ。オーケー。俺がブルーブラッドの痕跡をたどる。お、あるじゃんあるじゃん。見えてるよブルーブラッド。絶対浴室行ってる気がする。そうでしょ。お、こっから？違う、やっぱ浴室行ってんじゃんかよ。はしごを使った。はいはいはい。はいはいはい、屋根裏。ブルーブラッドは浴室にも入ってんだよな。ここで洗ったのか。洗ったんじゃないのか。はしごはどこに行った。はしご使って登ったんだけど、いや、こっちがないな。まあ、椅子とかでいいのかな。お前その椅子どうすんだ。調べたいところが。調べたいところね。さあ、絶対いるぞ。こっから逃げたんだろう。いるんじゃねえの。あぶねえ、あぶねえ。これはだってなんか人影あるもん。怖すぎる。うわ、びっくりした。ああ、ちょっと音とともにやるのやめてほしいな。怖
これ俺怖っ、怖いわ。いるじゃん。いたじゃん今。大丈夫、ナイフ持ってるよあいつ。うわー、なるよね、そうなるよね。いや真顔、僕は身を守っただけだ。殺されそうだったんだよ。俺女の子だと思っとった。お願いだ、黙っててくれ。おいコナー、上で一体何してんだ。警部補、見つけました。おい、嘘だろ。クリス、ベン、今すぐにこっちに来い。急げ。動画を見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録、高評価してくれ。次の動画も見てくれ。